チケットピアをご覧の皆さん、こんにちは、ベイビーキーです。この度9月26日に私のセカンドミニアルバム Never Get Enough をリリースしました。この CD は夏の終わりの恋をしててもしてなくてもなんだか切なくて感傷に浸ってしまうような季節にぴったりな楽曲がたくさん入ってます。ジャケットなどもすごくこだわったのでぜひチェックしてください。そして11月14日梅田バナナホールにてワンマンライブが決定しました。この大阪でのワンマンライブは3回目になるのですごく楽しみにしています。チケットは残りわずかとなっているので詳しくはオフィシャルホームページをチェックしてください。以上、ベイビーキーでした。